年末年始をふるさとや行楽地などで過ごす人たちで、多くの交通機関は混雑のピークになっています。こちら東京駅のホームです。帰省や旅行をする人々が多く集まっています。これからどこに行くのかな。大阪に行きます。JR によりますと、東海道新幹線は午前中自由席の乗車率が最高で 150% になるなど、多くの列車で乗車率が 100% を超えています。他の各新幹線も家族連れなどで混雑しています。空の便は国内線で全日空、日本航空ともに羽田空港発の便が終日ほぼ満席で、この状況は大晦日まで続くということです。日本道路交通情報センターによりますと、午前11時現在、東名高速下りの綾瀬バス停付近を先頭に14キロの渋滞となっていますが、他の高速道路では大きな渋滞はありません。渋滞のピークは下り上りともに2日と予想されています。朝から大変長い列ができています。年末年始を海外で過ごす人たちの出国で、空港は大変混雑しています。シンガポールと台湾で、子どもたちとゆっくり家族と過ごせればいいです。出国ラッシュは今日がピークで、成田空港と羽田空港で合わせて7万6000人が出国します。